グランペールは2003年に設立されたテーブルゲームの企画、制作、販売を行っている日本のメーカー。2006年に株式会社グランペールとして法人登記された。1990年代にテーブルトーク RPG の世界で活躍していたゲームデザイナーの伏見賢治が2003年に設立した団体。ボードゲーム、カードゲーム、 テーブルトーク RPG などのテーブルゲームの制作と出版を行っている。最も小さいゲームメーカーを自ら名乗っており、ミニマムロットで個性的な商品を生産するガレージメーカーを志向している。そのため、グランペールから発売される商品は数百部程度しか制作されないものが多く、商品の入手もテーブルゲームの専門店でないと困難である。しかし、 それゆえに、商業的な需要からは制作されにくい多くの個性的なゲームの制作販売が積極的に行われている。特徴的なところにエンドユーザーからのゲーム企画の募集を行っている部分がある。企画と資金をグランペールに持ち込むことで、グランペール側が印刷や製本、編集などを請け負い、自分が思い浮かぶ理想のゲームを販売してくれるのである。また、 自らがゲームデザインを行わなくても企画を持ち込めばゲームデザイナーにアサインしてデザインを行ってくれる場合もある。近年は不趣味の本業である介護福祉の仕事が極めて多忙な状態であるらしく、グランペールの運営は行われていない模様。ブルーフォレスト物語をはじめ復刻させた TRPG システムも続々絶版になっており、サイトも消滅しているため、 アクセスはできない。東京都練馬区下尺 G2-34 の後、石塚荘202。ありがとうございます。